どうも、ヤドです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率がですね、9.5% ということでですね、再び 10% 台から、一桁台に、落ちてしまいました。これをですね、またちょっと回復していかなければならないというところで、達成率回復プロジェクト頑張ってやっていきたいと思います。さあ、お相手に2番の方ですね、西ケミシェワドくんの方、お得意の方ということで、やっていきたいと思います。さあ、なんだ？この格は何？この格は。おっと、兆候です。ここで兆候。ここで兆候。さあ、これで格比、あ、格引かないんだ。引かないんだ。ああ、そっか、ここにね。ああ、なるほどですね。はい。これで一回銀上がっといて、王様寄っといて、さあ、これで歩ついて、ん？アヒルだね。アヒルですか。ああ、そういうことね。アヒルうざいっすね。はい、これでここに銀ぶち込みあるから一回角打ちますか。あんま打ちたくないけどね、正直あんまり打ちたくなかったですけど、まあ角を打っていきましょう。でこれで銀打たれるというのがありつつ、2分30秒さあどうしよう、さあどうしましょう、これどうしよう。ちょっとアヒルの術中にはまってるな。いきなりアヒルの術中にはまってしまった。違うんだよな、これをやりたいわけじゃないんだよな、やりたいことが違う。はい、これで銀上がっていって、銀上がっていって、で飛車引くでしょ。これこの時に一回銀やっぱ打っといた方がいいな、まあ、そんな気がするわ。はい、これで歩ついていこう、これで歩をついていく。さあ時間若干勝ってます。ただこれは緊張感を切らした方が負けますね。集中力を切らした方が負ける。こっからしばらく私の攻めのターンが続くと信じたいんだけど、でもこれ攻めてばっかりいられないから、一回弾かれて相手のターンになった時に、まあ、どうなるのかっていう。角打ち、ここね、2分、銀で上がっていきます。そうですね、これは一回銀引きます。で、金上がっていって、さあ、これでどうなるか。とりあえず、この角をね、とがめたい。この角をとがめさせていただきたい。どうすればとがめられる？これ、王様寄るでとがめられるか。これ、王様寄るでいいよね。でもそしたら金切ってくるから、角切って金取ってくるから、その時に、ここに打たれるんだよね、金をね。飛車へ取った時に、ここに金打たれるから、それがちょっと余計で、それが余計だと考えると、もうここに歩打っといた方がいいか。あ、それも嫌だな。それも嫌ですね。角一回、出ておきますか。どうなんだろう。桂馬跳ねるとか意味ある？ない。1分30秒。とりあえず一回王様寄っとくか。これで角切ってくるじゃん。あ、それかここに飛車打ってくる。あ、角、あ、そうだよね、角切ってくるじゃん、金打ってくるじゃん。あ、そこに角か、そこに角か。
まあでもやっぱ逃げるのかな、いや逃げないのかな、これこうかな、うん、なんかこうな気がする。これで飛車打っといて、で1分、あこれ王手か、だる、これで飛車取られて、で王手しておいて、ここに歩打たれて、あそこに歩打ってこない、こっちから歩打っとくか。そしたらあえー、そうなの、さあ時間が微妙、時間がなあ、でも相手の方は時間きついじゃん、よく見たら、よく見たら相手の方が時間きついから、これでしっかり守っていけば、守るといっても角打つしかないのきついな、角打つしかないのこれめっちゃきついじゃん、こうか、金取られて30秒、ちょっとこれ金寄っとく、相手は20秒、これでいいのか、ちょっとわからんぞ、全くわからんぞ、この角打ちは絶対違うし、この角打ちだけは絶対違うっていう、ただもう時間ですね、はい、時間で10秒、時間で勝ちですね、時間切れ勝ち、はい、ありがとうございました。まあちょっと情けない勝ち方でしたけど、勝ちは勝ち、2段に勝てたんで、まあ良かったんじゃないかなと思います。これで、達成率が 10% に乗ったはずです。ただ暫定的に 10% に乗ったとしても、この収録の最後に 10% に乗ってないって意味ないんで、まあ今日ね5試合か6試合やっていこうと思ってるんですけども、お前が先手だ。さあお相手2段の方、まあその最後のね、対局が終わった時に 10% にちゃんと無事乗ってるかどうかっていう話ですよね。さあ相手4連勝中ですね、その4連勝私が止めて死んぜよ。さあ考えろ、さあ考えろ、時間を使ってくれ、時間を使っていただく分にはもう全く問題ないですね、こちらとしては。全然時間使っていってください、いくらでも、いくらでも、ただ時間戻るのはなしね、ただし時間が戻るのはなし。おい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 、これは時間戻るパターンなんじゃないの、時間戻るパターンにしか思えないよ。通信不調、うわこれあれじゃん、戻ってくるじゃん、これ通信不調になるの戻ってくるパターンだよね、このまま勝つのは多分なくって、通信不調から戻ってきて、で3分に、あ戻んなかった、でも若干戻ったね、若干戻った、あれこれまたアヒルじゃない、気のせい、これアヒルじゃない、また2戦連続のアヒルじゃない、気のせいですか、あアヒルじゃない、アヒルじゃない、アヒルじゃないですね、あれあれなんかアヒルもどき、アヒルもどきですね、何これ、もう角切ってきちゃう、もしかして角切ってきちゃうという可能性もなきにしもあらず。さあこっからどうしていきましょう、はいはい、これでで歩打たれて一回引いておいてと思ったら、はい、銀打たれると、と、あ桂馬ね、桂馬ね、これ大丈夫、これ相手足りないから、駒が足りないので大丈夫です。でこれ一回引いといて、まあ、銀打たれるんだったら、まあ、打ってきてくださいっていう話にしておいて、これ銀なってきちゃうんだよね、2分30秒銀なってきちゃうのはちょっといただけないよね。桂馬ね、桂馬、まあ、これ金上がっとく、ちょっとなこの飛車がまっすぐ通ってるのが怖すぎるんだよな、それが怖すぎる。だけどまあ守りきれるか、これ守りきれなかったら嘘でしょ、ちょっと待ってね、
一回ここに歩打つじゃん。待ってよ、ここに一回歩打つ。いや、ここに歩と、はい、でここに歩を打とう。で飛車がこっちに回ってきたときに、何ができんのっていう話になるんだけど、ここに一回角打ちます。違うか、本当はここに打ちたい。あ、でも角打つか、あんまちょっと考えない方がいいな。考えるべからずですね、これは。はい、これでちょっとピンチになったんで、ピンチになりましたので、あ、これで銀もらえたのはラッキー。銀もらえたのは非常にありがたい、非常にありがたいですね。はい、これでこの桂馬を取りに行くっていうことが可能になると。これで1分30秒、ここに歩打っておく。ちょ、角が効いてるからね。はい、いや、くしゃみでそうすいません、ちょっと時間がない。これで一回飛車浮いて、取られて王様寄って、やばいな、時間が追いつかれてきてるな、時間が追いつかれてきてるし、これ香車も走ってこれるしっていうのもあるし、これ慣れるから、まあちょっと何とも言えないっすねみたいな話になってきて、これで角打ちだよね、もはや。あ、でもここに香打ちがあるか。あ、ラッキー。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ね、ここに桂馬打とう。で、これで竜作って、はい。これであれか、馬切ってくるっていう手があるか、ないか。これ飛車に当たるのがちょっと嬉しい。ちょっと嬉しいけど、これで一回引いといて、さあ時間トントンになってきた。時間トントンになってきましたね。時間トントンになってきてるのまずいんじゃないの？これ時間がまずいぞ。はい、ここに歩打っときます。はい、これでここに香車打って、こっちに回ってこられて、ここに歩打って、さあこれでここに桂馬打って、はい、これで30秒、ここに歩ついて、待てよ、ちょっと待てよ、竜一回引いて、待って、20秒、やばい、これまずいぞ、まずいとしか言えない、まずいとしか言えません。これで一回王手しといて、これで桂馬取っておいて、桂馬打って、10秒、これで角打って、時間切れ、ありがとうございました。2試合連続なんかアヒルっぽい戦法に時間切らしで勝ちました。はい、アヒルには時間切らし、いやでもいつも逆に切らされるパターンの方が多いんですけどね。はい、まあなんとか勝ちましたね。なんかなぁ、綺麗に詰まして勝てないもんかね。はい、お前が先手だ、まあ、2連勝で良かったんじゃないですか。さあ、3段の方ですね、台振り持久戦がお得意の方ということで、まあこれはアヒルではないでしょう。はい、早速アヒルではないですね。はい、アヒルなんてね、そうそうあっちゃいけないんですよ、そんな災害みたいな戦法は良くないです。さあ、刺して早いんで気をつけていきたいです。刺して早いの良くないですね。これで
これで角出てきちゃうんだ。角出てきちゃうから。はい、これで銀上がっといて。あ、でもこれあれか、飛車切ってなんでや。あー、だる。これ勝負できんのか。多分できないよな。あ、そこに飛車使うの助かる。そこに飛車使うのは正直助かる。あ、そう来る、そう来る。これ一回竜作って、で桂馬取られるじゃん。何？なんだと？はい、これで一回なんかこの辺に歩とか打ったりとかして、どうしよう。角ぶつける。2分。金逃げてもらって、と金作って、困るな。まあ銀と角交換できるんだったらそれでいいよ、別に。それでいい、それでいい、それでいいので、はい、これで、あ、やべえ、やばくないよね、大丈夫だよね。桂馬か、桂馬だけど別に、まあ一回ここに銀打っておくぐらいしておきますか。そしたら、そしたらなんかうまい感じになるんじゃない。これで耐え忍んだらこっちにも勝利の可能性が芽生えてくるよ。芽生えちゃんですね。勝利の可能性芽生えちゃんなんですけど、芽生えちゃんなんですけど、1分30秒。あ、そっかあ、そっか。角でも打つか。でもな、これ銀取られてきついか。ここの57に銀なり金なり打たれて、角で取った時に57に金なり銀なり打たれて厳しいっていう、そういうことになっちゃいますね。だとしたらちょっとここの歩疲れてるのきつい。これで逃げ道作っといて、これは竜で取れるから、はい、今これ竜にさりげなく当たってたんですね。気づかなかった。いや、これは、OK、取って OK。取って OK。1分。こうかな。引くのかな。で、ここかな。さあ、時間が残念ながら差し迫ってきております。時間が非常に残念ながら差し迫ってきてる。なんかうまくいかないななんかうまくいかないな。これで金取らしてくださいって言って、で、これで、あ、そうなっちゃう、そうなっちゃいますか。30秒。金取っていって、30秒。
うわーだる。20秒。詰んだか。これ詰んだっぽい。まずい。まずい。まずい。銀打たれて。あ、そっち？あ、ギリ生きてる。ということは、詰ませれば勝ち。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 10秒。詰ませれば勝ちなんだけど、詰ませ方が分かんないっていう問題があって、で、これで一回大手ラッシュしていって、で、金打って、これで残り2秒か、無理じゃん。無理だった。半切れ。無理だった。ちくしょう！三段に勝てるチャンスだったのに。最後どうすればよかったかな。最後、ここで手番もらって、ここで手番もらったんで、どうすれば詰みまでいけましたかっていう話ですよね。あるいは、どうすれば盤石にできたかっていう話で、でも相手なら、うかうかしてたらここにな、なんか桂馬とか打ってきたりとかするわけだから。任せろ。そこに金。なるほど。その余裕はあるっていうことか。あとはもうっていうね。ただ時間だよね、結局。だからこの時点で時間勝ってるからな。冷静に行けばもしかしたら勝ってたかもしんないっていうことかもしれませんね。はい。というわけで、ありがとうございました。さあ、今3曲やったんだっけ ?3 曲やったんでしたっけ。はい、あと1曲か2曲。まあ、2曲でしょうね。お前が先手だ。さあ、やっていきましょう。お相手初段の方ですね。攻める山本デスク、山口恵理子、上流棋士。さあ、2連勝中。やっていきましょう。こちらは1連勝もしておりません。1連勝もしていない中、戦わなければならない。それでも僕は戦わなければならない。頑張ってやっていきたいと思います。さあ、あとショート動画用に、ちゃんと相手を詰ました動画を、撮りたい。時間切らしでしか勝ってないから。動画にならないのよ。動画にならないっていう問題がある。実際問題。実際問題、その問題ありますね。はい。さあ、お相手が、さあ、王様が中住まい的な感じで、まあ普通に居飛車なんですけど、まあ多分桂馬跳ねてくるみたいな感じなんでしょうかね。そうっすね。ちょっと桂馬跳ねてくるの怪しげですね。こっちの方が先に攻めが入らないかなっていう感じ。それやってきちゃうタイプね。やってきちゃうタイプだ。それを。その戦い方しちゃうタイプね。まあでもこれで棒銀決めて、なんとかやっていきたい。これで棒銀決めさせて、もうこれ角切ってくる可能性高いか。そしたら5筋ついていこうかな。角、取ってきて、角で取って、で、あ、はい、やっぱり取ってきたね。はい。で、これ5筋ついていくっていう、スーパーパターンをお見舞いしようかなと思ったんだけど。2分30秒。この角上げるから、なんだろうな、こうか、違うな、これ金ただで取られ、これで一回引いといて、これでまあ銀頭に打たれて、まあそっからちょっと粘って勝負していくみたいな感じか。そしたら。ちょっと粘り腰勝負していきましょう。ただ、この金にプレッシャーかかってないのが、あんまりなんとも言えないな。まあここに銀打ってくるか金で角取っちゃうかっての多分悩んでるんだと思うんだけど、難しい。こっちは角もう一枚持ってるから、あ、角取ってきたよ。
さ、でもすごい時間使ってくれたからね、この時間無駄にしないっていう、この時間決して無駄にしないわ、私決して無駄にしない。これ逃げちゃったな、これ金に当たるよみたいな、金に当たりますみたいな話を一回してみる。はい、これで一回ここに金打っといて、ちょっとね、ここの銀打ちとか気になってたからね。はい。これ角打たれるでしょ。まあ、そんな知らんっつって。ここに歩打っていく。はい。これで、これでもう一回、歩打って、ここに歩打ってくるじゃん。それ桂馬で取るっていう。あ、なるほどね。まあ、これ銀で、いきます。強者か。まあ、これ桂馬打つか。そしたら、全然打ちたくないけどね。こんな桂馬。クソみたいな桂馬です。クソみたいな桂馬だけど、しょうがない。そういう桂馬を打たないときも、打たないといけないときも、あります。ここに銀が打てないっていうね。あー、でも、あー、そういうことね。1分30秒。これで一応馬に当たってますっていう話にしておいて、出てくるんだ。これでこの歩を取られるのか。何それ。あー、めんどくさい。なんかめんどくさいことしてるね。これで馬作っておいて、桂馬か。まあこれ銀打つのかな。相手時間はないけど結構迫ってきてるよね。はい、馬がここに入れないから、飛車が効いてるから、ね、飛車の横利きがあるので、これ銀、ここに桂馬打っときゃどうにかなる。ここに桂馬打つっていうことでなんとかなりますかね。1分。これ良くないか。はい、これで桂馬でしょ。ここだよな、いただけないのはここなんですよね。はい、こっからが怖い。でもあと1秒か。まああと1秒なら。時間切れ勝ち。はい、ありがとうございました。時間切れでしか勝てない。お前は時間切れでしか勝てないのか。それでいいのか。底辺2段。おい。まあ勝てば何でもいいんですよ。お前が先手だ。クソ発言ですね。さあ、村山聡さんのアバターですね。村山聡さんのね、エピソード、本当に胸に訴えかけるものがありますよ。すごく好き。漫画がね、面白いんだよね。サトシ。サトシの青春っていう、大崎さんっていうなんか将棋、なんだっけ、将棋雑誌の編集長を書いたルポを漫画化した、だいぶ脚色されてると思うけど、あの漫画が面白いんですよね。村山聡さんの。あの師匠の森先生とのね、逸話とかが胸に迫るものがあります。なんてことを思いつつ、将棋に集中していきましょう。この風ね、ちょっと嫌だよね。嫌だ嫌だ。すごい嫌だ。はい。どうするこれ。まあ、どうもしないか。どうもしない。どうもしないね。なんか銀上がるとかね。これで角上がるとか。はい。これで飛車捕まえたとかなんない？これ。飛車捕まえたってなんないの？これ。これでここに歩打てば飛車捕まえたの完成じゃない？もちろん犠牲にするものはあるけど。犠牲にするものはもちろんあるけど。
飛車ゲット、これでまあこの交換はしたくないかな。相手に駒を渡すメリットを感じない。はい、でここに歩ついてどうしようかな。ここに飛車打てないし意味ないし、取って取って取ってっていうことだと思うんだけど、どうする。一回この金引くか。なんかここに金が飛び出てる意味ってもう全くない。はい、これで銀打って、はい、2分でここに一回ふーっときましょう。これで特に問題ないんじゃない。あとは時間気にしながら戦っていこうよっていう感じかな。これは一回金上がっておいて、あとは角がこう出てくるの、こう引いてこう出てくるのをね、ここになってくるってのをちょっと気をつけておきたい。あとは飛車打つ、やらしいよね。やらしいけど、なんかね、ここに飛車を打つっていうテクニックを見せていきたいですね。せっかく飛車1枚持ってるんだったら、このと金許す必要ない気がするんだよね。はい、これ角でいきます。これで、あ、歩か、歩打てるのか。なるほどね。歩打てるのか。そうか。あー、これ良くない。良くないぞ。良くないパターン入ってきました。1分30秒。それでも、それでもですよ、それでもこの飛車2枚だったら守れるしみたいなことになんない。まずここに銀打ちます。はい、寄ってきたら知らん、寄ってきたらもう特に分かんない。角切るかな。切ろう。はい、これで王手してこのと金払おう。王手してと金を払う。これはまさかの再びの1分、再びの時間切らし作戦になってますね。これ完全に完全に時間切らし前提になってるよ。銀打つ、桂馬跳ねてくる。桂馬跳ねてくる。まあ、これ歩打つ必要あったかどうかですけどね。でここに金打たれるか。だけど別にそれはいいかなっていう気もするよね。もはやあとは時間との勝負、純粋な時間勝負になってきます。ここに金打ってこの桂馬だけは取らせないよっていう話にしておいて、あとはここに歩打ったりとか、盤石にしておきたいんだけど、30秒。はい、ここに香車打って、まあ時間微妙だよね。これは時間微妙です、非常に。はい、あとは王様ここに入っちゃおう、入っちゃおう、入っちゃおう。はい、はい、これで、20秒金打っちゃう。はい、これで金寄っちゃう。これは歩ついちゃう。あ、そっか、確かに
それあるじゃん。あとはもう時間使わないっていう、時間使わないだけ。あとははい、これで負けか。これで負けだぞ。これで負けだ。いやー、なんで負けるのー、もー悔しいぞ。くっそー、涙を力に変えるんじゃ。あんなガチガチに固めといて負ける、ひどひど。でも達成率は 11.2% だから上がってるから、達成率上がってるもん。達成率上がってるから問題ないんですよ。情けない、くそー。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。まあよろしければですね、ぜひぜひチャンネル登録してあげて、いただければと思っております。それでは、次回も、お会いしましょう。私、ヤードが、お相手でございました。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。